郡山駅東側から西口方向、悠々地下道美術館通りは、福島県郡山市中心部から東部へ伸びる幹線道路。市内中心部の昭和通り大町交差点から JR 東北本線の線路下をくぐり、郡山市立美術館前、東部ニュータウンを経由して、市内中田町、赤沼の福島県道65号小野郡山線の交差点までを結ぶ。 JR の線路下をくぐるトンネルには、歩道が設けられ、悠々近道という愛称がついている。正式名は、昭和通りから、東武館線までが、都市計画道路大町横塚線及び、郡山市道1の75号向き、河原の大町線、東武館線より、東側が、都市計画道路横塚赤沼線及び、郡山市道1の56号、赤沼方八丁線。 1992年11月、市内、安原町に、郡山市立美術館が開館したが、駅前からのアクセスには、法土屋科学工業郡山工場と、復興ゴルフガーデンの敷地を迂回する必要があり、遠回りを余儀なくされていた。また、すでに分譲が進んでいた、東部ニュータウンへの駅前からのアクセスは、福島県道65号小野郡山線しか、方法がなく、 住民は不便を強いられていた。そこで、これらのアクセス改善のため、この計画が進められた。まず、東武幹線から美術館前までの片側に車線化が進められ、1996年3月、東武ニュータウンに緑ヶ丘中学校が開校するのに合わせて、美術館側の斜面に新しい新入路が設けられ、ニュータウン内を貫く通りとともに、 美術館通りの一部となった。並行して JR 線路下のトンネルの工事も進められ、1997年3月には JR 郡山駅西口からトンネルをくぐって、東武幹線までを結ぶ区間が開通し、亀石塚建設大臣を招いて、開通式が行われた。その後、昭和通りへの延伸の障害となっていた市内、大町の東武ガスのガスタンクが、郊外に移転され、 昭和通りまでの全区間が開通した。開通前にトンネル東側にあった復興ゴルフガーデンの跡地には、現在、星総合病院や氷山駅東、ショッピングセンターが立ち、その付近には、よくべに丸横塚ヨコカ店が出店するなど、沿道には郊外型の店舗が多く出店している。ありがとうございます。